これは、はい、あの Wii の最新作だったスカイウォードソードのステージです。可愛らしいステージですね、はい、おなんか綺麗してる。これ普通の攻撃、これがですね、あそっちがそう通常攻撃、そっちが通常攻撃を何回か押して Y ボタン、X ボタンを押すといろんな技に発生していきます。おお、なんかあの簡単に押せるのにいろんな技が出てくるのは無双シリーズすごい面白いですよ ね、 ね、うん、まあ、あいつ倒さなきゃ、あの星ついてるやつ、あれそうですね、あれがちょっと強い時期なので、今あの注目してますけど、これであの攻撃できるんですね。まあ、スープが奪われてしまう。はい、これはあのスカイウォードソードをベースにしてるので、うん、このスカイウォードソードのエピソード、あのナリシャンの、あのスカイウォードソードやられた方にはおなじみですね。で、オバスープも多分おなじみなんじゃないかなと思います。おー、あったな、かぼちゃさん。で、ステージのあの緑でこう点滅してるところに行ってみましょうか。あ、この像の下ですね。おー、お待ちしていますって言われてますね。うん、はいはい。あ、ってことはリンクを連れてってあげなきゃいけないんですか？これはですね、実際に今は遊んでるのはフリーモード。一回このシナリオをクリアして泳いでますね。あれ、目回っちゃったあのフリーモードだから別に連れてかなくていいんだ今は、ね、フリーモードですね。実際にはこうリンクでプレイしてる、まあ、ストーリーをいろんなキャラクターでプレイできる。すごい、あ、そういうことなんですかね。なんかテカテカ苦戦してるところがある、うん、右側。そうですね、そっちに行ってみましょうか。あ、このままではスープがやばいって。あ、次にいた。はい、 A ボタンだと必殺技を打てます。おー、大洪水で、おお、あ、こっち、これ、こいつもこいつも倒しましたね。おぉ、撃破。あ、奥にも、いた、はい、あ、あ、弓矢だ、弓矢、あ、近づいちゃいけないやつ。それで、これで、それでですね、ZR、R ボタンの後ろの方のボタンですね、はい、あ、あと、注目しないと一回、L ボタンで、あ、お、撃破。やったやった。あのまあ注目をしないでもある程度はこう、あの狙いになってるので、はい、あ、スープを頼むって右側ですね、そこですね、はい、そこに入ってます。なのでこれ実際にはリンクでプレイしてる、あの、なるほど、ですね、うん、ほうほうほう、あれ、スピードがあっちゃった、お、見えた、うん、はい、おお、ファイさん、はいはいはいって見えたから、なんか応援みたいに聞こえてきた。おお、急にこんなさ来たらさ、ドキッとしちゃうよね。ちょっと怖いですね。よろしいですか？そうだよね、断ったらどうなるか分かんないよね。あのね、ボイスなんかもなるべくその過去 の、 あのタイトルに近い形で作ってるので、今のファイの喋り方なんかもスカイウォードソードに近い、あの話し方してる。おお、多分ゼルダファンの皆さんは先ほどこうファイがこうリンクのことをあのマスターと呼んでるし、ますし、まあ、あの異なるけど同じ存在ってなんかちょっと日本語としてはあれですけど、うん、設定をこうしてる方ですとこの辺あの結構コメントで反応していただいてる方もいましたけど、なんかゼルダ無双という新しい世界のリンクなので、うんうん、スカイウォードソードのリンクとは違うんですけど、あの同じそのリンクっていう存在だっていうのを先ほどのコメントで言ってる。そこで祖母をなくしてるんですね、うん、はい、お、これ私どうしたらいい、多分戻った方がいいんだ、ね、戻りましょう。あのファイさんを、ファイをですね、あ、やばい、悲しい、かぼちゃのスープを持って歩いてるので、この敵を倒しておいてあげるとファイがこっちに来やすいので、なるほど、はい、あんまりこう護衛してくれますね。いっぱいだから道迷わないようにしないと危ないですね。そうですね。タオルはどこに？あ、
パイはだからリンクが来て、リンクは来てます。パイ来ないかな。すごい、でも味方部隊結構強いですね。マップの白いバツって、白いバツが今あの、まあ、そこに向かってほしいっていう、ね、あ、向かってほしいってとこね。あ、ファイがですね、多分まだあの部屋の中にいっぱい敵がいるんで、あ、そっちにいそうです。動けないんだ。置いてきちゃいました。はい、私と一緒。あの基本自分であの死ななきゃいけない時と、今みたいに護衛みたいな時にはしっかりこう、あの、あ、ちょ、ガンガン乗っ走してる。あ、ワクワクしてますか。到着。はい。ファイも大概だな。ね、ファイ自分勝手。うん、お、お、ナリさん。ここからすごい釣られて。はい。これは行った方がいいですか。これはですね、ちょっと待っててください。大丈夫です。じゃあここでちょっと。うん、お、来た。うわあ、おお、繋げてくれた。おお、こういう演出もあるんですね。ない道が、はい、これで進めるようになる。おお、こんな感じで、あの元となるスカイウォードソードのいろんなキャラクターがプレイアブルじゃないけど今みたいに出てきたりっていうような形で、はい、まあ本当お祭りソフトですね。なので、あのぜひあのゼルダシリーズ遊んでみた方はいろんなところでこうニヤニヤしながら、まあ、気持ちよく遊んでもらいたいなと思います。そうですね。はい、じゃあちょっとこの辺でいいですか。はい、はいはい、ありがとうございました。はいはい、それでは最新情報の方お願いします。はい、ゼルダ無双ですね、あの、はい、8月14日